ただいまよりイスマイル・アルカディ選手のインタビューを始めます。まず試合を終えての感想をお願いします。I'm a little bit disappointed about the result of my fight. I feel good. I'm not injured. I'm healthy, but disappointed from the result of my fight. I believe I could do better. そうですね。まず今回の試合に関しては自分も正直がっかりしていますと。コンディションも良かったし気持ちも整っていたんですけど、こういう結果になってしまってとても残念です。でも次に向けてはしっかりと立て直していきたいと思っています。ありがとうございます。今回の対戦相手の戦ってみての印象を教えてください。My opponent was like he was unique for me because he had these kicks, toe kicks that I never.See anybody do it, and that was the kicks that made me lose the fight. I didn't wait for these kicks. そうですね。まず金子選手の独特な戦い方スタイル久村選手の独特な戦い方つま先の蹴り、これは自分が今まで経験したことのない蹴りであって、でもこの蹴りに自分はかなりダメージを受けて、これが結構敗因になったかなと思います。ありがとうございます。プレスの方から質問がある方はいらっしゃいますか？お疲れ様です。敗れはしたと思うんですけど、会場のファンの方はお二人の打ち合いにすごく盛り上がってたんですけど、そういった声、ファンの声援っていうのは。こう影響しましたか？Yes, I hear the fans that was cheering.Also after the fight and during the fight, and that was good for me. I felt very good in the fight. I wanted to continue. The referee didn't stop me. I would continue. そうですね。試合中もちろん会場がすごく盛り上がっていて、試合中も試合の後もそうなんですけれども、とても僕の力になりました。でももしもレフェリーが止めることがなければ僕はまだ戦い続けていたと思うぐらいファンの声援はすごく届いておりました。ありがとうございます。他に質問ございますか？最後にカメラに向かってファンの皆さんへメッセージをお願いします。I hope you enjoyed the fight and I hope you see me again in K1. Thanks.今回の試合楽しんでいただけたらすごく嬉しく思いますしこれで終わりではないのでまた K1 で戦えることを自分は頑張って、目指しますのでまたよろしくお願いします。以上でイスマイル・アルカディ選手のインタビューを終了いたします。ありがとうございます。